して。頭が割れちまうよ。俺は長ったらしい話はできねえ。なんだ、短く言え。ケースには新開発の細菌兵器のサンプルが保存されていた。女はそれを作ったプロジェクトチームの一人だ。強奪したのはファントム。ファントム？最近売り出し中の死の商人か。危険な国に渡る前に何としても取り戻したい。彼女も無事にだ。だが我々が動くには物が危険すぎる。報酬は20万ドルだ。金の出所はペンタゴンか？知る必要はない。安くはない額だぞ。ふん、くだね。なんだと？あれは狂言誘拐じゃねえか。女は最初からファントムとつるんでいた。うかうか助けに行きゃ、こっちが待ち伏せ食らって、ズドンだ。貴様、それをどこで？ペンタゴンも女スパイにサンプルを預けるた、とんだポカをやったもんだ。言ったはずだぜ、タケチ。俺たちは二度と政府の仕事はしないと。この俺や不動に、ステイツや貴様らが何をしたか忘れたわけじゃねえだろう。はじめはニコニコ顔で、いざことが終われば機密保持のため抹殺しようとさえした。兵器競争だろうがファントムだろうが、勝手にやってくれ。いいのかな、ヒバ。そんなでかい口を叩いても。何？俺の口のどこがでかいんだよ！彼女に渡してやれ。どうしたんだ、変だぞお前。仕事を引き受ける気になったのかい。竹地の仕事はしねえ。しかしカップラーメンもそろそろ飽きたしな。人のバイクってて文句言うんじゃねえよ。俺は好きだね。これ渡せば500円くれるって。どうしたい。おいおい、ヒバ。500円。その言い方だけは変わってないな。私そんなに変わったかしら。綺麗になったよ。あれから12年か。あの頃が一番楽しい時だった。マグレー家に引き取られるまでのほんの1年足らずだったけど、毎日が楽しかった。京介がいて、誠がいて。そう、俺たち三人は永遠の友達だと信じていた。どうして京介が。俺を呼び出したのはファントムの命令か。私一人よ。京介に会いたかったの。キャシー、君は人殺しをするような子じゃなかった。君は気高く勇気があって優しかった。罪の償いはするわ。でも君はファントムに騙されているんだ。奴は
世界各国から入手した新兵器や情報を高く売りつけて私腹を肥やす死の商人だ。違う。私を騙したのはペンタゴンよ。あなたもファントムに会えばわかるわ。アーサー、朝君の目を覚ますために。京介、あなたは私が盗み出したものが何だと聞いてる？新開発の細菌兵器だと。違うのか？開発ナンバー A-417 抗エイズウイルス、つまりエイズワクチンと言ったら。バカな、エイズの特効薬ということか。そんなものがもし開発されていたらすぐにニュースになるはずだ。ペンタゴンはトップシークレットに決定したの。研究助手だった私は反対したわ。でもペンタゴンは聞いてはくれなかった。そこまでだ。ラングレーからのお使いか。余計なことに興味は持たないことだ。ドクターキャサリン・マグレー、ご同行願おう。ジョン・キョウスキ・ヒバ、君もだ。あいにく俺は命令されるのが嫌いなんだよ。お得意のナイフか。我々と戦えばどうなるか分かっているはずだ。キャシーとファントムのことは俺に任せる。くどい。キャシー、ファントムに会えばわかるわ。京介も彼を知ってる。野良犬だな、まさしく。吠えるしか能がないか。ファントムか。安っぽい正義感や博愛だけではこの世界は通用しない。まさか。でかいことをやれと教えたはずだ、ジョン。まこと。キャシー、お前のしたことは覚えておく。まことがファントム。